きょうは武藤咲夢キャプテンなど主力の3年生5人と小田島純三校長などが県庁を訪れました。夏の選手権では必ず優勝を取ってまたこちらに来れるように日々練習を頑張っていきたいと思います。達増知事は2試合連続での延長サヨナラ勝ちもありチームとしての強さも出ていたと創部3年目での躍進を称えました。選手たちにとってメジャーリーグで活躍する菊池雄星投手と大谷翔平選手の存在は大きな力になっているといいます。同じ高校から出てる先輩方がやっぱりメジャーというその世界で活躍しているのはとてもすごいことだなって思って、やはりやればできるっていう諦めない気持ちで頑張っていきたいなって思います。女子野球部は8人の新入部員を加え新たなスタートを切っていて7月の高校選手権で優勝を狙います。